ですので、ぜひ1週間コーデトライしてみてね。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、GU を使って1週間コーデを作ってみたいと思います。はい、そんな中、私のコーディネートは先日ザラで購入しました。後ろが少しだけ長くなっている白いワンピース、そしてスリップドレス、いかにも夏っていう感じではございますが、今ね、もう7月後半、まもなく8月の声を聞こうとしています。こんな格好して私が言うのも説得力がないかもしれませんが、8月の7日、今年は8月の7日になると立秋になって、暦上秋になりますよね。ってことは何を考えなきゃいけないかっていうと、今セールのものとかお安いものを買って秋まで使い回しできるかどうか、そこ大事で、今回選んできたのがちょっとね、秋色のこういうマロンカラーを選んできました。まあ、ご紹介いたしましょう。同じものの色違いを購入してきました。コットンのように見えるすごくしっとりとしたいい素材なんですが、実はレーヨン 80%、 ナイロン 20%、 実は化繊なんでございます。でもね、肌触りが本当良くて、このまま本当にそのまま素肌で着れる感じの柔らかい素材です。そしてお得意なお値段990円、 M サイズを購入してきました。色がダークブラウンです。そしてもう一つがオフホワイト、同じくね、ダークブラウンなんですけれども、素材はこれちょっと違います。これね、素材はレーヨン 89% のナイロン 11% なんですね。で、 M サイズを購入しました。金額が2490円です。すごくこれもね、本当にお値段以上のスカートだと思います。で、店頭ではね、これとトップス、ツイのものがあったんですね。ちょっとフレンチスリーブで丈もちょい長め、そしてここに細いウエストのところにね、細い小物のリボンというか紐がついて、こうトゥーピースになってたのね。でもちょっと大人女子がそれをもし購入して着ると、ちょっとだけ年齢上に見えそうな気がしたので、若々しいこのタンクね、ニットタンクを投入しました。というわけで、本当にね、お値段見えない、もっと高く見えるでしょ。今から1週間コーデ作っちゃいます。では月曜日から行ってきます。はい、月曜日のお仕事大人コーデでございます。白いジャケットと合わせ夏らしい印象を着てみました。ジャケットの丈はね、もう少し本当はこの丈のスカートだと、もうちょっと短い方がね、よりスタイルはよく見えるかもしれないんですが、前を開けていただいて、大人っぽくできる女的な感じで着こなしていただけたらと思います。はい、というわけで月曜日でした。火曜日です。火曜日はなんと2枚重ねて着ています。まるでここにね、白いトリミングがあるような、そんなワンピースっぽく着てみました。ウエストにちょっとね、太めのベルトをして、こんな感じでございます。もちろんね、この上にジャケットを着てもいいんですけれども、夏ということで上下ね、こういう濃い色が着てるから、逆に胸元を少し開けて腕を出してても明るい印象になってくるのね。というわけで火曜日でした。はい、水曜日です。水曜日はね、前にユニクロで買ったガウチョです。そしてネックレス、この羽根付きのネックレスをウエストにちょっとつけてワンポイントにしてみました。なんでかっていうと、よく言っているこのベージュとこのベージュの色味が少し違うので、ポイントとしてちょっとね、リンクさせるような、この色とこの色一緒でしょ。で、ここの薄いベージュが、ここの薄いベージュがここと一緒でしょ。だからうまく両方がリンクできるように、このようにちょっと、ね、味をつけてみました。ネックレスは必ず首にするものだけではなく、ウエストにしたり腕にしたりとか、いろんなところに使えるので、ね、首にするべからずじゃなくて、首だけにするものとは限らないというふうに覚えておいてくださいね。では水曜日でした。はい、木曜日です。紺のね、トッ
ップスとそれからジャケットを合わせてみました。さっきね、このダークブラウンのこと、ちょっと赤みのあるブラウンかなのことをマローネっていう風に言ったと思うのね。でイタリアではアズーロエマローネっていう組み合わせ、要は、ね、ブルー、青と紺系とそれからこういうねマローネっていうのがとてもおしゃれな方たちに好かれている色のコーディネートなので、全体的に暗くなってしまうのでちょっと羽織るだけにして腕を見せて明るくしたのと、ちょっとここにねあのキラキラ系を、はい、ドスの効いたキラキラ系を合わせて少しだけ明るくしてみました。はい、いかがでしょうか。木曜日でした。はい、金曜日です。以前ね GU で同じく990円で購入したシュワカのカートと合わせてみました。990円対990円で上下です。3色でワンコーデ抑えると結構素敵でしょ。でベージュはまあ、 あの足の色だから、まあ、カウントしないにしてもそれぞれ違う色だけれども綺麗に収まっていると思います。はい、赤とね茶という組み合わせも綺麗ですよね。というわけで金曜日でした。はい、土曜日です。夏の終わりっていう感じですよね。はい、ちょっとリラックスした感じの土曜日でした。はい、日曜日です。ホワイトデニムに土曜日に着ていたセーターを横に斜めにして巻いて、それから水曜日、木曜日に履いていたキラキラ系ドスの効いたスニーカー風のキラキラシューズを合わせて、そして見てみて、お気に入りのピアス、片方だけの羽のついたピアスをこのように合わせて、全体的に茶系ベージュ系合わせてみました。いかがでしたでしょうか。はい、GU ってたくさん種類があるんだけど、その中でも高見えするものをちゃんと見つければ見つかるのですので、ぜひ1週間コーデトライしてみてね。それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また、ね、チャンネル登録もいいねボタンもお待ちしてます。ではまたね、バイバイ。